こんにちは、ノーミルク佐藤でございます。ちょうどなんと見るわの作業をしながらこれを撮っております。え今日は遺跡の話ということで今日はですね、6人これから出てくるんですけれども、えなんでこの人の話もっとしてよっていう方が、のがもしあったとしたならば、それはきっと、えー、この動画が出てる日の見るワカもしくは翌日朝の見るワカできっとその動画は出てると思うので、それ以外的な感じで多分出てると思いますので、皆さん今日は、 えー、こちらと見るのかとでいろいろ聞いていただけるとすごく嬉しいでございます。今日は皆さんよろしくお願いします。ってことで、えー、もしよろしければいろんな動画出していきますので、チャンネル登録、並びにあの、ベルボタンを押してもらえるとあの、通知も飛びますので、そちらを押していただけたら嬉しいでございます。あ、もし動画終わってね、あの、いいなって思ったらあの、高評価ボタン何度も押していただけるとすごく嬉しいでございます。励みになります。じゃあ、行きましょう。今日の話まず、一つ目から 一つ目松本山賀のフォワード小松蓮松本から実ブラウブリッツ秋田に完全移籍決定ということで、いやまあ G3 得点王ですね、えー。小松蓮選手が、まあ松本、まあまあまあ松本残念ながらね、初格ができなかったっていうのはまあ間違いなくそれはあったんで、 まあ、どっか J2 チームまたは J1 チームが行くんだろうな、どっか取りに行くんだろうなってこともありましたけど、まあ、納得なところはあるのかなとは思います。まあ、でも、さらそれでね、取ったのが、じゃあ、例えば、例えばそうですね、長崎とか、仙台とか、ある程度 J2 の中でもめちゃくちゃお金持ってるかな、みたいなところが行くんじゃなくて、まあ、飽きたということになったので、 まあそこが唯一言えばちょっとまあびっくりみたいなところはあるのか。まあとはいえね、えー、先に G3 の中だと YACC 横浜から前半戦終わったタイミングでかな、えー、福田選手が、福田翔選手が、 えー、湘南に行ってたってところがあるので、まあ、それはやっぱりね、ある程度、こう、J3 の得点王とか、J2 の得点王とかっていうのは、まあ、どう考えても一つ上、または二つ上のカテゴリーに行くっていうのは、まあまあ、そんなもんかなっていうところはあったりしますけど、僕は小松連盟人が、じゃあなんで秋田なのかって言われたら、まあ、そこをね、考察していくのが、まあ、高知のチャンネルなのかなっていうところで、えー、行きたいなと思いますけど、まあ、これはもう結構単純なのかなと思っていて、えー、秋田にですね、あの、薄井高っているんですよ。 薄井博隆さんという方なんですけど、その方が、あの、もともと2011年から2014年前、だから大体10年ぐらい前ですよね、は、松本アンダージュアッチのコーチやっていて、その後2015年16年がアンダージュアッチの監督やってたんで、要は小松選手がちょうどそのタイミングの時やって、一緒にやってるんですよね。その流れが僕はあったのかなと思っております。 なんで、他のチーム行くよりも、その、それこそ小松選手のやり方を分かって、れば、そもそも薄いコーチ自体が松本にもともと在籍されていた、あ、それしかもその前が長野のジュニアユースコーチとかもやってたんで、やっぱ長野県内のこともかなり知ってると思うし、実は小松選手、今年すごかったのは、あの、体の使い方とかってこととか、昔から上手い選手ではあったんですけど、やっぱりね、J1 だとかもともとは代表でも、それこそ上田綾瀬が小松廉家みたいな時期とかもあったので、 でもそこにいたはずなのになかなか最近ねもちろん代表に絡めるあれでもなかったとかっていうのもあって、今年すごく一番変わったっていうのが意識の面で、あの、いわゆる食の部分だとかめちゃくちゃ変えたんですって。 で、その変化だとか、自分のうまく、その使われ方だとか、すごくあの、使ってもらえ方、起用法だとかってことを、分かってる人のもとに、やっぱ行くのが一番いいんじゃないかって、多分きっと彼も考えたんでしょうね。それで、えー、やっぱユース時代知ってるってので、そのうす井さんのいる、まあ、飽きたってところを選択したのが、まあ、リアだったかなというふうに思っております。おお、そして、えー、二つ目行きましょう。今度二人目でございます。えー、今度二人目として上がるのが、 ほぼビッチさんかなやっぱりね、ちょうどこれ我々16時ぐらいで収録してるっていうのはあるんですよ。まあ1時間前、ちょしかもツイッター X の方がいやいやなんか大変なことになったので、まあリリース自体はちょっと遅れて出たのかなと思いますけど、えー、決まりましたね。セレビアの監督、ボイボディラの監督やっていたところからカシマに決定ということで。 まあ普段もう見る赤でも別動画撮ったってところはありましたけど、まあなんとなくわかるのが、吉岡 FD が大分時代にもともとコービッツさんってやってるってことと、やっぱもともと鹿島って、まあ千田との流れが強くて、で、相馬さん、まあ持田の監督やつ相馬さんをね、引き入れてっていうか戻してっていうか、で、ある程度ザーゴさんとかレネヴァイラーさんの流れのところから精査させて、 で、プラス、その、さらに、後で、ま、佐野回収なんかも入れつつ、今度は岩松さんで、さらにみたいなことやってのポポビッチさんなので、欧州化ってことと、ま、ブラジルっていう流れをちょっと変化させつつの、あの、ま、鹿島の中、ちょっと、いろいろ大変だったのかもしれませんが、ある程度、こう、形をこう、地ならしの時期だったんだろうなって思って、吉岡さん的に言えば、その鹿島をこれでポポビッチさんでうまくやることができたら、ま、大丈夫かなってところはあるし、 ここ次第で結構鹿島のどっちに転ぶのかってところがいろいろこう出てくるのかなと思いますから、まあ、まだ決まった、しかも戦術に関しては別にこう考察する必要性がないほど、もう町田だったりだとかのいろんなところで残ってると思うので、まあ、皆さんでにもそっちで見ていただければと思うし、だから見るわけでも一個動画作ったから、もうこっちでも見るわカでも動画作ることはないかなと思ったりするんですけど、まあ、モビッシさんが一体どんな、まあ、基本的には442とか、4231でやると思いますけど、 どんな感じでやっていくのかってことはちょっと、期待しましょうというか、なんか、見ていきましょう、みたいな感じになるのかなと思っております。 はい。まあ、という鹿島ですけど、その鹿島の流れから、まあ、もう一人ということで、えー、まあ、鹿島というか、正式には甲府という形になるのか、まあ、逆ですかね、これはね。えー、中村良太郎選手でございます。なんか、どうやら新聞の話では、清水に行くんじゃないかとか、清水がオファーをするんじゃないかって話がちょっと新たに出てきたので、これと撮ってるってところもあるんですけど、もともと中村選手、まあ、そもそも今は鹿島の選手でレンタルで甲府って感じになってるけど、そもそも鹿島の前が甲府ですから、 まあまあ、甲府の選手って言っていいんじゃないかなとも思いますけど、あの、ACL が残ってるんで甲府って見方もあれば、最初にオファー出したのが新潟っていう話もあったんですよね。で、清水がっていうふうになってるんで、またまた、も働いたらのところがやってくるのかわかんないけど、とりあえず甲府、鹿島、新潟、清水、今のところだったら4択どこに行くのかって話になるのかなと思います。で、まあもう、清水やら新潟やらがオファーしてるって流れがあるんで、まあ甲府でも、 カシまでもない可能性があるなってところが高いんですけど、いろいろ気になる点はありまして、まず新潟。新潟最初オファー出したってところから、なんか長いこともう続報が入ってなくて、でも思えばその甲貴タ選手が抜けた枠っていうところに、岩木から宮本栄治選手が来てるので、もう埋まったっちゃ埋まったんですよね。まあでも、ただトップ下のところってなると、ただトップ下に関して言えば、 あの、やっぱ、長谷川元樹を取ろうとしてるんじゃないって話もあったなと思っていて、あれっていうところになってきて、なかなか必要ないんじゃないってところもあるんですけど、でもただ清水ってところで言うと、じゃあ中村良太郎取るってなって、ボランチ最近ヘナットが出た、竹内が出たってあるけど、 確かにボランチの、ボランチっちゃボランチなんですけど、タイプは違うなと思っていて、ビルドアップに関われる人だなってところはありますが、ただから抜けた選手ってのはどっちかっていうと守備の方が強いタスクをなってた選手かなと思うから、頭数で言うんであれば確かにまあ合うなってところはあるんだけど、でも、それって他にも似たような選手もいるよなとか、あとはユースから矢田君引っ張り上げるとかってことも清水はできるはずなので、それで考えるとまあ、 今んところまだリリースとか出てないけど、新たに誰か他に選手を、が抜ける可能性があって取ろうとしてるってなったら、まあ理解するかなってところではあるよ。ただ、もちろん清水がそれこそすごいオファーを仕掛けてきてる可能性はゼロではないので、それもあるだろうし、ただ幸福の中でやっぱり ACL もある、あるよねってところで考えると、残るっていう側面ゼロじゃないと思うし、今鹿島に戻るんであれば、 歌詞バレだって可能性残るじゃないですか。新監督に変わったわけだから。ちょっとここに関しては必ずしも清水っていう話は名前が出たけれども、取れるかどうかはまだわかんないなってところが現状あるかなという選手でございます。そして4人目。4人目は、これはもういい遺跡だなと思ったんですけど、矢田選手ですね。矢田朝日選手。えー、今年 J3 で優勝を決めた愛媛。 を先日満了になっていたところはありますけど、えー、同じく j 3のギラマンズ北九州に行くことになりましたと。で、これすごくいい席だなと思ったのが、北九州やっぱりちょっと最近若手が多くなっていたってところがあって、やっぱこれの北九州がどうというよりも、どこのチームだったとしても、だいたい同世代でこう、ある程度こういてくれれば、その選手たちを中心にチームを構成するってことはできるんですけど、やっぱ大事なのは同じポジションにそのいわゆるニーヤンというか、 そのポジションのリーダーとなるような格の選手がいてくれるとちょっとより変わってくるところがあるんですよね。で、その格の、いわゆる中盤のポジションに、そう、矢田選手が入る形になるのかなと思うと、他にこう、村松選手とか、何人もその軸になれる選手っていうのはいたりするので、ここで去年の、まあ去年というか今年ですね、のギラバンツにいなかったような、そのリーダーシップを張ってくれる人が、そこにちょっと増えてくれるっていうふうになったり、あとはこう、ゲーム展開役として、もともと加藤光景選手とか、 あと数年前だとやっぱ高橋大吾選手とかになっていたようなことを彼が担ってくれるっていうふうになると、やっぱやりたいサッカーみたいなことはやれる可能性っていうのはあるのかなというふうに思ってたりします。他にも長井良選手が入ってきたりだとか、あとは牛田浜選手ですよね。松本監督がある意味鳥取からこっちにね、移ってくるってところがあるのでまた再タックって感じになるから、自分のこととか自分たちのことをね、分かってる選手監督タックでできるっていうのはすごく大きいことなんじゃないかなというふうに思っています。 そして、えー、本日の5人目は松田啓太選手です。えー、絶水戸から J1 の京都への移籍が発表されました。これはまあ、井上力人選手が、えー、移籍することに対するまあ対策に、対策を講じた移籍かなと思うんですけど、これはもうベストだなっていうところがあって、まあ、本人そもそも京都立花出身だなっていうのもありますし、高校ね。で、元々大学経て水戸に入って、 で、なかなか序盤戦出られなかったから J3 の FC 大阪ある意味では地元付近ですよね。に行ってみたらそこでちゃんとね、あの、なんか流れというか、なんかどういう風に振る舞えばいいのか、動けばいいのかってことを分かったのか、なんとなくそこから頭角を表して、えー、J2 ミトでもしっかり出て空中選択も相当いい成績を残して、デュエルの成績だとかも残して、 で、この冬、なんか、ハノーファーの方行ってた練習参加とかも行っていて、なんか、ハノーファーの首脳陣も、ああ,あの松田って選手いい選手じゃないかってなんで、なんか取るんじゃないかみたいな話があったりしたんですけど、まあ、それはなかったっていうのはありましたが、まあ、ただ今回はこの京都行きってことが決まった。まあ、おそらくは水戸にこれ遺跡金なんかも入ってるはずなので、もともと大卒1年目の選手だったから、遺跡金もちゃんと入ってるはずなので、これはもういい流れだったのかな。 で、しかもデータ的にもその井上力人選手のちょっと似てるところもあったりしたので、まあ、彼は裏わに行くことになるとは思うんですけど、超監督というか、まあ、強度的には、あの、最低限、えー、来年もこう出て残してくれるであろう選手を残したってことは、残したとか新たに取ることができたっていうのは、すごく良かったのかなっていうふうに思っております。で、今日のラストでございます。ラストは、えー、ジュビロ岩田に、え大、ー、分から高畑啓太選手の遺跡が発表されました。まあ、最近で言ったらというか、 あれですね。藤本和樹選手が同じく大分から町田に移籍して、で、高畑選手、ごめんなさい、えー、藤本選手ってのが、やっぱり今年のトレンドというか、最近のトレンドというか、まあトランジションみたいなところもそうですけど、やっぱりデュエルとか、縦につける、縦に行ける、そこがすごく大事になっている世界の中で、えー、町田がもともと今シーズンの j ェツのワンツー、バスケス・バイロンと平川優って二人を持ってて、で、3位の。 こう、藤本選手を連れていけるっていうふうになって。で、プラス、あとは韓国からナサンホも来るって形なので、日韓の、特にまあ、日本は J2 組ではありますけど、めちゃくちゃ縦につけらせたらもう日本一とか、韓国一みたいな、そんな方々をそのまま持っていけるってのがあるので、まあ、町田としたら良かったなと思うし、で、その後ろで下押さえしていたり、そこに対してボールを供給していた高畑選手っていうのをう連れていけるのもでかい。今年のジュビロで行ったらやっぱりドゥツ選手がいましたけど、 あと、後藤選手とかもいましたけど、やっぱり来年に関しては、まあね、補助金処分も岩田は開けるので、そこに縦に行ってくれる人さえ、またおそらく外国籍選手を何人か入れることになると思うんですけど、パス供給できる人は真ん中にその上原選手、遠藤康人選手とか含めて、たくさんいらっしゃるんですよ、すでに。 だから、あとは、サイドのところから、右からだったら、鈴木優斗の10アシスト、アシストになったっていうのがあるけど、あとは、左のとこ、松原こうはいるんだけど、じゃあ違うオプションも、なんてことがあったら、まあ、かなりいけるのかな、なんていうのもありましたから、これで、だから複数パターンで、どのパターンからでも、こう、アシストもできる、ボール供給して、そこで得点し,してもらうことができるっていうのを、揃えることができたので、あとは、フィニッシャーのところさえ2、3人どうにかすることができたら、ジュビラが広角ってのはもう全然ないんじゃないのかなと、残留争い以上の、 成績で終えられるんじゃないかなと思うので、そのために必要なピースをまず取れたのかなと思うと、いい遺跡だったんじゃないかなというふうに思います。ということで、え今日は最初の小松蓮選手から始まって、ポ、え、ポ、ー、ビッチさん、あとは中村亮太郎さん、矢田さん、松田さん、高畑さんと、そのあたりのことを話してまいりました、えー。今日こっちでちょっと話してない、例えば、水戸選手のスパルタ行きとか、平川選手のなんかグルニクザブジェ、岩田、 エルディなんていう話だとか、他にもいろいろありますが、そちらは見りわから出てるんじゃないかなと思いますので、そちらもどうぞ、えー、ご視聴いただけると嬉しいでございます。改めて、かねがさですか、えー？チャンネル登録、高評価等をいただけるととても励みになります。嬉しいでございます。なんで皆さん、どうぞ引き続きよろしくお願いします。ということで、さとでした。ありがとうございました。またです。